令和の虎、オールオアナッシング。志願者だった人々。はい、キキコさん、どうも大変ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰しております。はい、実はですね、菊野さんのカントリーウッドガーデンから車で5分のところに住んでいらっしゃる中村さんという方が今回令和の虎に志願者として出られてお話を聞いてらっしゃると思いますけども、オールになったんですよね。あ、すごいですね。はい、これ中村さん、あの志願者として出る前に菊野さんのところに一度行かれたって聞いてますけども、その時には何か話はあったんですか？そうですね、ちょっとお伺いして、でこの間結果報告にも来ていただいたみたいな感じですよね。ああ、そうですね、来ていただいて、はい、まあ、まだあの配信されてないので、はい、見ていただいてないと思いますけども、遠方の愛媛県の伊予市のこんな近いところから、なんか自分の後輩みたいな感じの人がね、どうですか？いや、嬉しいですね。もうなんかあの時の緊張をなんか久々になんか思い出して、はい、結果っていうのをずっと気になって。あ、本当ですか？いや、はい、もうすごい緊張、僕もなんかすごい緊張しました。はい、はい、でもね、とても素敵なアイデアだったし、あ、僕もあのきっとオールになるって思ってたんですよ。あ、はい、でも途中段階結構社長たち厳しくて、あ、そう、いやー、これはどうなんだろうと思ってたんですけど、林社長から見事全額出るという素晴らしいことになりましたので、はい、とても良かったと思います。話変わりますけど、コロナの影響は菊野さんの商売にもありましたか？愛媛も田舎なんですけど、緊急事態宣言とかってなると、はい、やっぱりあの外出を控えてたので、はい、うちもカフェの方はぐっと人が減って。あ、やっぱりカフェの売り上げは減りましたか？かなり、はい、はい、あの今日はもう8月の末なんですけれども、このところは戻ってきたりしてますか？おかげさまでだいぶ人もまた久々にこう来ていただく方も多くて、はい、はい、少しずつですけど、あの回復しているような感じです。はい、まあ、あの菊野さんの場合、これあの家具を作ることとカフェは別の位置づけだと思いますけども、必要という感じでもなくて両方本業ですかね？そうですね、まあ、カフェと、まあ、あの家具とミニチュアっていうのがあって、はい、全体の中でのカフェの売り上げっていうのは結構占めるわけではないんですか？そうですね、かなり多く占めるわけではなく始めたんですけど、はいはい、やっぱ始めたからにはっていうのが去年あって、うんうん、でいろいろちょっと設備も入れたりとか、はい、いろいろしてたんで、はい、結局しっかり売り上げていかないといけないような感じにはなってきてたので。なるほど、はい、奥様は活躍されてるんですか、中で？ああ、そうです、頑張ってます。あ、そうですか。はい、あのところで、そのミニチュア家具については緊張なんでしょうか？2月にその緊急事態宣言とか、皆さん自宅にいる機会も多いので、毎日新作を作って、はい、発売したらこう気分転換にもなるかなっていうのもあって。え、毎日新作作ってるの？そうですね、毎日。すごいね。まあ、できない日も何日かはあったりしたんですけど、でも、はい、あの決めた以上やろうと思って、はい、あ、毎日あの新作をお知らせして、あの販売してる感じで。基本的には椅子が多いんですよね？そう、ミニチュア製品はあのドールハウスだったりとか。あ、なるほど、じゃあ自分の頭の中にいろんなものが浮かんできて、それをどん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 新しく作っていくって感じなんだ。そうですね、もうそれで逆にお客さんの反応とかも結構いただけるので、どんどんこう自分もちょっと楽しくなって。なるほど、はい、これはあのネットで売ってるだけではなくて、お店でも展示したりもしてるんですか？あ、そうですね、お店でも販売してます。どっちが売れるんですか？ミニチュアは特に昔からなんですけど、ネットでの反響の方が多くて。そうですよね、例えば今おっしゃったね、新作を例えば発表するとするじゃないですか。でも一旦作るものは一つですよね、はい、数はだいたい5個とか10個とかで。どうなんだ、はい、最初から5個10個作るのね。はい、はい、でそれが例えば売れ行きがいいと、また新たに同じものを作ったりするんですか？あ、そうです。1ヶ月でいうと、そのミニチュアの家具が一つも売れない日なんてのはもうないんですか？そうです、おかげさまで毎日こう新作を出していくことで、お客さんも見ていただける方も徐々に増えてきて、はい、発売してすぐ売れなかったものも後から売れてきたりとか。なるほど、なんか最近忙しそうで YouTube の更新あんまりないじゃないですか？結構サボり気味でね。はい、はい、なかなか YouTube って継続するの大変でしょ？そうですね、結構編集とかいろいろ考えて、はい、まあ、動画撮ってるやつは結構あるんですけど、はい、あ、溜まってるんだ。じゃああれじゃないですか、でもさ、こうやってちゃんと順調に商売やってらっしゃるんだったら、愛媛だって編集外注で出せばいいじゃん。そんな高くないよ。あ、そうなんですか？本当に高くないですよ。あ、そうですか、はい、
一回調べてみてくださいよ。ああ、そうです。調べてみます。菊野くんの労力に比べたらそのぐらいね、外注した方が楽だと思いますよ。ところで前にちょっとね、話してた菊野くん、令和の虎にもう一回志願者で出るっていう気持ちはないのって言ったら、いや、今いろいろ練ってますみたいなことをおっしゃってましたけど、あの気持ちはもう今さらさらないですか？いや、結構、まあ、正直大変なのは大変なので、はいはい、まあ、昔からなんですけど、やっぱやりたいことっていうのはすごい持ってるので、はい、社長にちょっと出ますみたいなお話したことがあったと思うんですけど、はい、あ、出たいっていう、はい、何も準備不足ではダメだと思って、まあ、その新作を毎日作るっていうことだったり、はい、で先週から始めたんですけど、普通のこう人が作るあの椅子なんですけど、はい、でその椅子も毎週新作を発売することも始めて、はい、でそれをちょっと始めていくと、まあ、正直チャレンジしたいことも見えてはきてるので。お、いいね。いや、もうね、菊野くんがもう一回今度令和の虎に志願者で出たらめちゃくちゃみんな喜ぶと思うのでぜひ来てくださいよ。はい、いろんなことを今やってるんだけど、例えば当時の志願者が虎になって出たりとかそういうのもあったんだけど、当時の志願者がもう一回志願者で出るっていうのはまだ一度もないので、菊野くんにやってもらいたいんですよ。はい、ちょっと真剣に考えてね。その出る出ない関係なく何か準備をしてないと、はい、まあ、適当に出ても申し訳ないんで。いやいや、とんでもないです。でそれはちょっと考えながら日々生きているのはあるので。はい、わかりました。とっても期待してお待ちしておりますんで、連絡を。はい、ぜひよろしくお願いします。それで岩井さん、ちょっと紹介したい、いるんですけど、ちょっといいですか？はい、はい、息子なんですけど。え、長男。え、もうこんな大きい息子さんいるの君？今年で二十歳になります。え、ちょっと待って、菊野くんって何歳？僕が44です。どうも、はじめまして。本当に息子さん？はい。マスク取ってみてもらっていいですか？ちょっとヒゲとか剃ってないんですけど。あ、似てるね。ねえ、どうも、はじめまして、岩井と申します。はじめまして。はい、今20歳で何やってる？大学生ですか？去年まで専門学校行ってて、はい、で、ちょっと自分と合わないなと思ってちょっとやめちゃって、はいはい、で、今年の7月から親のカフェの一角を借りて、はい、ミニチュアをやってて、こっちで小物、まあ、レーザーを借りつつ、はい、こっちで手伝いというよりかは機材共有して別でっていう状態。すごい。そうなんだ。そうですね。じゃああれじゃない、なんか私と一緒で自分でやりたい気持ちが強くて、今はもう給料とかも全然ないんですけど、はい、頑張ってます。じゃあ早く自立して自分でね、稼げるようになるといいね。そうですね。はい、令和の虎もすごい見させてもらってて、はい、めちゃめちゃ大変だったんで、岩井さんもだし、まあ、いろんな社長さんもすごい考え方も勉強になるので、はい、じゃあせっかくなんで出てる社長の中で誰が好きですか？4人か5人くらいいるんですけど、はいはいはい、島袋社長と、お、株元社長、はい、と林社長と小林社長。小林社長、はい、なかなかのファンじゃないですか？結構そうですね、毎朝カフェに来て、はい、外でYouTube を見るっていうのがちょっとルーティンじゃないけど。そうなんだ。そうですね、朝からやる気をガッと上げてる。ついさっきもね、お父さんと喋ってたんだけど、お父さんにもう一回令和の虎でチャレンジしてくださいよって。あ、後ろで見てました。自分のチャレンジすればいいじゃん。僕の場合はやりたいことはあるんですけど、実際小物作ってても売れてるのも本当に身内にちょっと売れたぐらいで、実績なんかこれから出せばいいんだから、これからこのことやりたいと思ったら、はい、思い立ったか吉日でお父さん、昔のお父さんみたいに出てくればいいんだよ。そうですね、もうちょっとなんか策を練るなりなんなりしたら、はい、機会があれば。2週間連続で菊の父と菊の息子が順番に出るみたいな。いや、親父はまたオールになるけど、息子はナッシングになって、やっぱり親父は超えられない。どうですか？まあ、もうちょっと練ってくれかな、はい、ね、ぜひせっかくですから、はい、で僕聞いてると思いますけども、そこのご近所の中村さんがねホールになったので、はい、一回そちらにお邪魔してロケもやりたいので、はい、その時にはついでと言ってはなんですけれども、はい、初めて菊野さんのところにお邪魔して、はい、ちょっと同じようにロケも撮りたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。します。はい、その時もまた出てくださいね。はい、ありがとうございます。はい、菊野さんどうもありがとうございました。あ、すいません、ありがとうございました。はい、またご連絡しますんで。はい、はい、ありがとうございます。どうも。はい、ありがとうございます。元気で頑張ってね。頑張ります。はい。
FM 企業前も令和の裏も、エトセトラチャンネルへ毎日配信頑張るぞ。